チャワトゥッティ、今日はですね、鮭を使って簡単なオーブン焼きを作っていこうと思います。鮭の切り身です。これをまずオーブンプレートの上に乗せます。これ冷凍してたやつなんですけど、朝自然解凍してね、朝起きた時にここに置いて解凍させておきました。鮭のこの表面の水分をここで取ります。香草パン粉っていうのを作りたいんですけど、今日使うのはオレガノ、乾燥オレガノと乾燥イタリアンパセリとタイムです。でね、この他にお好きな香草がありましたら振ってください。適当に。まずパン粉、日本のパン粉と違ってね、こうやってね、 目がねすごく細かいんですけど、日本のパン粉を使うときはジップロックに入れて綿棒とかで伸ばしてください。5、2、3、パン粉3倍と、あとオレガノね、オレガノもまあまあ適当にお好きな分量で、何振りぐらいしたかな、20振りぐらい。イタリアンパセリ、イタリアンパセリも20振りぐらい。開かない、開いた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次タイム、タイム20振り、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、90。はい、できた。でこれを混ぜますね、こうやって混ぜます。オッケー。そしたらこれを鮭の両面にね乗っけていきます。こう手でファラファラってするだけでいいのよ。で塩をね、私今またつけてないんですけど、もう魚がすでにね、あんまりやると塩辛くなっちゃうから塩つけてません。でも食べる時に塩を調節してくださいね。できるだけこう辛くなってほしくないから。あれ、今全部腕しか映ってなかった？こんな感じで香草パン粉を全部鮭の切り身にね、こうやってまんべんなく両面をつけます。そしたらもうあとは本当に簡単、180度のオーブンで20分加熱してください。で鮭自体にオイルがねすごく入ってるので、脂っこい魚なので、特にねオリーブオイルとかバターは足さずに、このまま180度20分焼いてきます。15分ぐらい経ったけど、グリルモードにして焼いていきます。完成です。食べ過ぎちゃった日の次の日とかのリカバーメニューっていうの、え、そんな言い方する？鮭の香草パン粉焼きです。いただきます。いただきます。美味しいですか？サラダは美味しいけど、魚は塩かけた方が良かったね。塩かけた、なんか食べるときやっぱりこうちょっと塩いるわ。こうやって何やるんだよ。マヨネーズつけちゃうか。24、25、26ってクリスマス期間中にすごい食べたので、
これね、油を使わなくてすごくヘルシーな魚料理で、今日はリセットしたいと思います。香草が効いててとっても美味しいです。で、私塩つけてなかったから全く味がしないわけじゃないけど、やっぱり塩はちょっとつけた方がいいみたい。皆さんは塩をパン粉の状態、パン粉と香草とあと塩を加えて両面ね、まぶして作ってみてください。はい。